これですね。 はい、すみません。 はい、これです。 後ろ開くんかい。 B あかんわ。 18時までか。 めっちゃ綺麗。 ここから行くんやね。あ、ここか。
ただいま16時38分です。万座門に向かいます。現在17時4分です。今時刻は17時半です。万座門は建物がリニューアルしてるね。ちょっとここにちょっと夕日を見に来ました。ここ入られへんのかな。あ、まだオープンしてないな。綺麗にしようとこやな、これまだやね、これ。なんかビニールまだかかってるね。綺麗になります。綺麗になる前に来てしまいました。何がこれ、何これ、なんか可愛いね。10月2日グランドオープンって書いてます。こういうところでやってます。ここが今日泊まる部屋です。はい、ちょっと待ってください。はい、こういういい部屋ですね。あ、なんかこんな感じ。こんな感じか。少ないです。沖縄料理、宮城屋。ここにしようかな。ここ入ってみようかな。こういうかもしれないね。これは島らっきょというものらしいです。島らっきょです。ありがとうございます。シャクシャクして結構美味しいです。これが海丹村の紅芋ポテトです。これ食べてみます。こうやって芋ですね。
したゴーヤチャンプル。これはまあ定番の美味しさですね。あ、卵が太いですね、結構。卵が太い。多い、卵量が。いただきます。うん、卵は、たくさん使ってていい。このゴーヤチャンプルはかなりうまい。卵をですね、卵をいかにふわふわにするかというのが一緒かな。ああ、僕美味しかった。沖縄料理土産屋、ああ美味しかった。はい、現在9時です。土産屋でちょっと飲んで帰ってきました。ホテルにピンクモリンクラブに帰ってきました。あ、もう泣いてた。涼しいな。